フォークでシームシフトウェイク説明します。はい、お願いします。はい、じゃあまずフォーシーム回転の投稿力もあります。はい、今のは、縦辺から 16.6cm、まっすぐは大体 50cm とかホップするんで、30cm 以上してるようなイメージ、うん、で、横方向 9.6cm シュートしてますよっていう、そういうフォークボールになってます。はい、この感じを覚えておいてください。はい、で、次同じ方に投げてツーシームのフォークボールいきます。はい、はい、さっきと多分ほぼ回転したと思うんですよ。はい、でも縦変化マイナスいったっていう。なるほど。これがまあ、シームで球の変化が変わってますよっていうところです。はいはい、うわ、すげえ。はい、全然違いますもんね。全然違います。まあ、回転数も落ちてるからなんですけど、回転数が落ちることって原点には近づくけどマイナス7にはいかないんで、これは本当シームの影響でこれだけ落ちてますよっていう話。なるほど。実際に実はシームシフトウェイクの変化量っていうのはこのラプソド 3.0 が出るんですけど、それが今マイナス 8.7cm、はい、この今のシームの影響で 8.7cm ボールが落ちましたっていうイメージです。そんなのも分かるんですね。はい、すげえ。これがラプソード 3.0、はい、ありがとうございます。買います。